パンツァーファウスト、パンツァーファウスト、ドク、パンツァーファウスト、戦車への拳は、第二次世界大戦中のドイツ国防軍が使用した、携帯式対戦車敵弾発射機、ファウストパトローネ、フーストペイトロニー、拳の弾薬とも呼ばれた。使い捨て式の無反動砲の一種であり、弾体は、ロケット弾とは異なり、推進剤を内蔵しない。後方爆風による、危険性は、 他のロケットランチャーや無反動砲同様に存在し、マニュアルでは射撃時に後方10メートル以内に入らないよう指示されていた。例えば伏せ打ちの場合、真後ろに足があるとやけどを負うことになるため、体をひねるように構える必要があった。フーゴシュナイダー社で開発され、1943年夏から生産された。シュリーベン強制収容所が量産を担当し、 月産150万発の要求を満たすために収容者が国使された。1945年のドイツ敗北までにいくつかの改良型が生産された。構造の単純さとその有効性から大量生産され末期のドイツ陸軍を写した写真資料にも残る。複数本の携帯も可能だったため一人で多数の車両を破壊した兵士も多いとされる。 ベルリン攻防戦では国民突撃隊に一人一本提供され、銃はなくともパンツァーファウストはあるという状況をもじた。連合軍側にも大量に六角され、同様の装備を持たないソ連軍不評には重宝された。その一方でアメリカ軍では雇用や安全装置の不備による事故を防ぐため使用禁止の通達が出されている。最後に生産された150型と終戦に、 間に合わなかった250型は戦後にソビート連邦で模倣され RPG-2 やその発展型 RPG-7 として大量生産された。またスウェーデンもコピー型のポンザースケット M45 や46を生産した。戦後のドイツにおいてもパンァーファウストの名称は引き継がれておりドイツ連邦軍はデュナミットノーベル社。 により開発されたパンツァーファウスト3を配備し、日本の陸上自衛隊でも IHI アロスペース社によるライセンス生産品が使用されている。これは旧来のパンツァーファウストよりもソ連で独自に発展した RPG-7 に近い弾頭にロケット推進機能のある携帯無反動砲となっている。軍用車両のトーションバーカバーを転用したとされる。 直径5センチメートル、長さ1メートルの鉄パイプ製発射塔の上面に、簡素な照準器と発射装置を備える。発射塔内には発射薬として、少量の黒色火薬が充填され、安定翼を折りたたんだ棒がついた、直径1 5センチメートルの成形作薬弾頭を先端に装着している。クルップ式無反動砲であり、弾体に推進力はない。 発射灯は使用後に破棄される使い捨て兵器だが、これを回収して工場で再生することができ、150型では使用者による約10回の再装填が可能に行った。製造の簡単な個人用使い捨て兵器として開発されたため、標準機に開けられた穴を消耗、穴を通して見える弾頭の頂点を焼成とする簡素な構造となっている。発射姿勢は、 筒の部分を脇に挟んで構えるもので、小準器を使わず、至近距離から発射する場合は肩に担ぐ場合もあった。初期の30型では安全ピンを引き抜き板状の小準器を起こすと、激発装置のボルトを前方に押して、スプリングを圧縮できるようになり、これを90度回転させて、固定、上部のボタンを押して発射する。しかしこれは、 操作時に防発事故が起こりやすく死傷者が発生したため、60型以降は安全装置を兼ねた、照準機を畳まれた状態から、射撃位置に引き起こすだけで発射可能になり、撃発装置の上部にあるレバーを押して発射する。弾頭には、内部に、ロート型のへこみが付けられ、へこみの表面には、ライナーと呼ばれる銅や鉄などの密度が高い金属の、打ちりがはめ込まれており、 後部に4枚の安定板が装備されている。弾頭が発射されると、その後方で4枚の安定翼が開き飛翔する。飛翔した弾頭が装甲板に命中すると、モンロー・ノイマン効果による貫徹力を発揮した。初期の小型弾頭のクラインでは約 140mm、後の方は約 200mm の装甲板を貫徹する能力を持ち、 当時の連合国軍のすべての戦車を撃破可能だった。そして、対戦後半のあらゆる戦線で用いられ、特に不評の支援のない戦車にとっては、脅威となる存在であった。弾頭の飛翔速度が低いために弾道が山形を描き命中精度が低く、近距離からの発射や、複数の射手が同時に同じ目標を狙うことで補っており、これは第二次世界大戦以降も、 携帯式対戦車兵器の戦法として用いられている。また、本体を固定して、ロープを撃破装置につなぎ、敵戦車がこれに引っかかると発射される。ブービートラップとしても使用出た。パンツァーファウストを使って、木を欲しい戦火を上げた例として、グスタフバレイ以下3名の防御戦闘を挙げる。1945年4月の戦車手段。 クラウゼビッツ機関の戦車両兵大隊にところ属する。彼らが30両のチャーチル不評戦車中隊をイルゼン近郊で迎え撃った。この時戦車中隊は随伴不評を連れておらず、ドイツ兵を死認できずに一方的に22両を撃破された。バレ対一家全員は負傷したものの、聖官式指鉄十字章を授与されている。5社で遊軍のヤークトティーガーを破壊した事例もある。 パンツァーファウストの発展型として、航空機から発射して、敵戦車や爆撃機を攻撃する、合計 50mm のゾンダーゲレート SG500 も試作された。シュレーゲムジークのように斜め上向きに固定された発射機を機体の胴体か主翼に搭載し、目標のもとを交ぎする際に、金属の磁力を感知して、自動的に発射するように設計されていた。 メッサーシミットメ163などの迎撃戦闘機に搭載し爆撃機のもとに高速で侵入し攻撃する予定であった。対爆撃機用は火力を増強するため斜め上型に向けた連装で搭載された。しかし試験時に暴発して一斉発射され機体が損傷したこともあり実用には至らなかった。発射機を斜め下に向けることで対戦車攻撃を 行うプランもあったが、実験の失敗で計画が中止となり実現しなかった。不評用の対空兵器として、ヒューゴシュナイダー AG によりルフトファウスト A 型が試作された。この初期のタイプはパンツァーファウストに近い構造であったが、後に発射原理の異なるロケット発射機であるルフトファウスト B 型、改めフリーガーファウストに発展した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。